さあ、杉山さん、マニアックスはまあコンスタントにというわけではないですが、まあ、そうですね、まあ、大体なんか2回1回、そうね、2回か3回に1回ぐらい、1回ぐらいですね、はい、しっかり画面端をキープしてしゃがみなので繋がりますね。おっと、うろ回り、これね、結構ね、厳しいんだよね、ヤンも。なんか、うますぎる。うますぎる。うますぎる。パクるんだ。2発目当たんねえと穴なのか。リターンがやばいんだよな、ネクロの。あー、これが。プロって、キチケン、当たらない。マジか。あ、なんか中盤かなんかで押さないとダメなんですよね。あー、なるほど。押せの早い技で。そして、スイジャン中盤。杉山さんのうまさがものすごく出た試合ですね。そしてめくりにも対応するデンジ、ジャクトルブロってる、うわうまい、画面端ゲット、これね、画面端ゲットなんだけど怖い、画面端逆にそうね、そうそう、繰り返されるとね、いやほんと画面端最強クラスのキャラなんで、ネクロは間違いない。うわー、打ち切ってく、もう一本アルドエレグは投げて、これはマジか、やってる、マジか、つながらなかった。あれ、ノーキャンつながりますか。ノーキャンつながるんですけど、立ちくらいだと若干遅いとつながらないですね。なるほど、テクイ、つながる、つながるよね、はいはい、わかります。